リックスが大好きだってことです。ありがとうございます。で、VX という映画館は皆さんあまりその馴染みがないのかもしれないですけど、私たち松竹という映画会社かなり昔からあります。松竹という映画会社が、まあ、運営している映画館ですね。で、この冬、松竹がこちら東京科学という、まあ、今日はあの多くのファミリーの方が見られてますけれども、全ての世代に、まあ、山田監督が撮りました。全ての世代に見ていただきたい東京家族松竹の宣伝にほぼが一緒にやってきました。もちろん東京家族だけではなくて映画館はシネコンでございますので、小さな皆様が楽しめるようなアニメであるとか、いろんなファミリー映画もこの冬休みにありますので、ぜひ皆様近くのグッズに足を運んでいただければと思います。OK ですか？それがバイアハナフェストっていうのがあるんですけども、それが今回、大丈夫です。はい、ありがとうございました。とっても可愛いでしょ。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあね、どうもありがとう。じゃあね、ここ階段ここ気をつけて降りられるかな。花を使ったり、緑を使ったりして待ち受けをしている実際の方々は、あっちの企業さんが来られて、あっちは気をつけてね。またね、ありがとう。あのね、尻尾が丸まってて可愛いんですよ、見てあげてください。ほら、はい、ありがとう。じゃあいっぱいお写真もまた下で撮ってもらってね。気をつけて。はい、おー、上手上手。さあ、いろいろと話題のあのキャラクターです。西子くん、どうぞ。すごい声が、西子っていう声が聞こえた。西子くん来られる、大丈夫。来た、出てくれました。どうぞ。はい、じゃあステージの方にどうぞ、お願いします。あ、ありがとう、すごいレンタらしい。はい、じゃあどうぞ。登れるかな、ちょっと滑っちゃうかもしれない。いける、大丈夫、大丈夫。あ、上手です。はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは、西子くんです。こんにちは。はい、はい、西子ですの挨拶やってみましょう。はい、西子です。はい、こんにちは、西子くんです。はい、西子くん、羽生は2回目です。去年ぶりです。皆さんありがとうございます。西子くん、この西子くんの顔の模様、どういうモチーフか知ってる方いらっしゃいますか？あ、あんまりいないんですね。西子くん、よくこの顔の模様をマンホールだとかタイヤみたいってよく言われるんですけど、国分寺の史跡から出土したあぶみ瓦というモチーフになっています。ちなみに、ごめんなさい、最初に言い忘れたんですけど、西子くんは東京の西国分寺から来ました、西子くんです。ありがとうございます。西子くんはね、こう見えても、先月の10月12日でなんと2歳のお誕生日を迎えました。はい、ありがとうございます。大きな拍手いただきありがとうございます。はい、ね、こう見えても河原の妖精、2歳になりました。こんな感じでね、シューッと美脚が売りになってます。はい、西川です。こんにちは。はい、西子くんはね、ちょっと何でしたっけ、ゆるキャラの大集合とかでね、集合して皆さんといろんなゆるキャラさんたちと集まった時に、たくさんのゆるキャラさんたちカラフルなんですけど、西子くんだけなぜか自分モノクロに映るっていう悩み事があります、西子くんには。ね、残念だけど、はい、でも今日はたくさんのこのゆるキャラさんたちの集まる羽生に遊びに来れて本当に良かったです。クモモンダンスがすごい盛り上がってますけど、西子くんも盛り上げて、はい、今日は行きたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。西子くんでした。はい、はい、はい、じゃあね、降りる時も気をつけて滑るから。
うまいね、西子くん。はい、じゃあ気をつけてね。今度こっちでーす。右側でーす。あ、ぜひお写真いっぱい撮ってあげてくださいねー。はい、じゃあここもちょっとね、ガタガタしてるので気をつけて。はい、じゃあ行ってらっしゃい。はい、そこからね、坂になるからね。はい、行ってらっしゃい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしてこちらに再びガクト。